身の犬島愛車です。インスタのフォロワー100万人超えの有名人になってジャスティン・ビーバー超えます。実は2020年にずっと目標にしてたステージからのオファーをいただいたんですけど、その時に第1回目の緊急事態宣言でそのオファーが白紙になってしまって、しかもその時に3ヶ月ぐらい仕事なくなっちゃって、ハイスペックギャルからカリスマニートに転職しちゃったんですよ。なんでその失った自信をこのイベントで取り戻したいです。ハイスペックギャルとして培ってきた経験をギャルバイブス全開でランウェイで表現します。